おはぴよ、どうもひなぴよです。それでは本日も君が死ね多数決デスゲーム最終章前編 B パート、ソウさん、アリスさん生存ルート、早坂アンズ死亡ルートやっていきたいと思います。ここまでの一連のね挨拶の流れがとても覚えられませんでもね、今日は一発で言えたよ。最強のメイプルちゃんに ID カードもらいに行くぜってところでしたね。メイプルさん、私の予想が正しければ彼女はここに。入ろう。おい、まさかここに。はい。開くのかこのドア。そうか、誰も知らないのか。ここでペアと手をつなげば開きます。マジかよ。さっさとみんな手をつなぐにゃん。これでいいぜよ。準備万端だよ。てめえなんかと握手か。あのさ、力加減できないかな。痛いんだけど。しかしドアは開かなかった。なんでお前。一組しか入れねえのかな。つまりたった二人で ID カードを奪わないといけない。いや、話し合いで譲ってもらうべきだ。だが誰が行くんだ。そんな危険なこと、やりたいやつなんて。俺たちが行く。ランマル。それしかないな。なんか前回頑張れよって言った気がするから。それしかないな。私たちはもう会っている。警戒されづらいはずだ。やれやれ。こういう時いつもサラさんだね。この中で一番刑事を助けたいのは、サラだろ。悔いは残せねえじゃん。そうだな。ち、結局いつもこうだ。危なくなったら逃げるがいい。はい。私たちを残し、みんなはドアを離れた。見ろ、開いたぜ。やるしかない。あ、サラ、ランマル、また来てくれた。嬉しい。いや、紅茶出すね。二人のお話聞かせて。とにかく機嫌を損ねないように話し合おうぜ。あ、いや、メイプルちゃん久しぶりだね。用意できた。ゆっくりお話ししたい。私たちも心の準備ができたらメイプルに話しかけよう。さ、セーブしたんで、じゃあ話しかけましょうか。なんかこのメイプルのさ、立ち絵さ、こう緑色のところがさ、ちょっと薄いから、あの、瞳のね、瞳の色の緑色のところがちょっと薄いからさ、あの、遠くから見るとすごい三白眼に見えて若干怖いんだよね。ちゃんと見ると可愛いんだけど。それじゃあ、お茶会しよっか。カップに紅茶を注ぎ始めた。はい、何の香りかな、わかるかな。このフルーティーな香りは、これってさ、私一発でクリアしたんだっけ。これめっちゃミスったらどうなるんだろう、気になるな。カフェラテ、カフェラテだな。違うの、カフェラテ飲みたかった。サラちゃん、ごめんね。サラ、どう見てもカフェラテじゃねえし、真面目に答えてやってくれよ。和ませる作戦は失敗だったか。紅茶を一口飲んだ。ねえねえ、二人に質問。お互いに仲良くなれた？仲良しだと嬉しい。私たちが仲良くなったかどうか。なってない。いや、まだ仲良くなってないな。どうして？嫌い？二人は友達になれない？違って、こういう冗談言えるくらいに仲がいいってことだよな、サラ。思ったままを口にするのは良くないな。思ってたんかい。二人とも少し変、様子おかしい。なんだか緊張してる。私に何か話したい。違う？うん、警戒されちゃダメだ。別に何もないさ。何もないさ、警戒しないでくれ。サラちゃん、やだよ。隠し事してほしくない。私心配してるだけ。壁感じる。待ってくれ、壁なんてないぞ。きっ
と、私名前を教えてなかったから、サラちゃん距離感じてた、ごめんなさい。私はメイプル、一応妨害者。やっぱりお前が、いや君がメイプルだったのか。うん、ランマル、私の名前呼んでくれて嬉しい。ねえ、二人はもしかして日和くんのこと聞きたい？聞きたくない。いや、聞きたくない。何言ってんだサラ、聞かせてくれメイプル。日和くん好き、私恋してる。でも日和くんまだ私のこと好きじゃない。でも少しずつ仲良くなってるの。少しずつ仲良くなったか、趣味が悪いな。趣味が悪いな。ひどいよサラちゃん、言っていいことと悪いことがある。しまった、つい口に出てしまった。他人が理解できなくなっていいんじゃねえの。愛とかってなんかそんな感じじゃん、多分。そうだね、ランマル、ありがとう。私だけにわかる日和くん、お手紙くれた優しい日和くん。手紙。私、日和くんの横で一緒に歩きたい、暮らしたい。でも、わがまま言っちゃダメだよね。なあ、メイプル、手紙を見せてくれ。他にも何かもらった、破かせてくれ。その手紙、破かせてくれ。そんなことしたら、サラちゃんでも絶対許さない。あ、サラは本当に冗談が好きだよな。しっかりしろランマル、そんなフォローじゃごまかしきれないぞ。サラちゃん。ランマルに全投げじゃないか。刑事さんを助けるという気概はどこへ行ったんだ。冗談だったんだね。でもダメだよサラちゃん、日和くんの手紙、私の宝物だから。そうか、ごめんね。本当は自慢したいのに、日和くんのカードも。カード？うん、差し込むと私の中に日和くんを感じられる素敵なカード。もしかしてそれが ID カードか。差し込むって一体。つい楽しくなっちゃった。私の話ばっかりごめんね。二人の話もっと聞きたい。いやメイプルちゃん心広、こんだけサラちゃんが煽ってるのにランマルくんのフォローでなんとかなっちゃうんだ。そっか。ねえねえ二人とも、優勝できそう？わからない、狙ってない。わかんないね。わからないよそんなの。それじゃあ、とっておき教えてあげる。優勝すれば、サラちゃんとランマル、二人で帰れるんだよ。え？サラちゃん、多数決って、何人ならできる？それは、まあ一人でもできるんじゃないですか。一人？サラちゃん面白い。でも不正解。正解は三人。最低でも2対1にならないと多数決にならないよね。でも、もしも2人以外みんな死んでしまったら？多数決できない。だから、決戦例で存在する。生き残った2人、しばらく一緒に生活して、どっちかが人間に、どっちかが人形になり忠誠を誓う。話し合いで決めて儀式を終えるの。本当なのかその話。でも今はボーナスステージ、特別ルール。ペアで生き残ればそのペアで優勝できる。私もその方が嬉しい。日和くん生きていてほしい。サラちゃんには
優勝してほしいの。こんだけ煽ったのに優勝してほしいって言ってくれるなんて、メイプルちゃんが優しいよ一番。サラ、どうして笑ってるんだ。笑ってんの、サラちゃん。ああ、もう顔に出ちゃったか。ダメだよ、そういうのは顔に出しちゃ。え？ああ、笑ってることに無自覚ですね。あれ？ドアの前、気配がする。もしかして、外でお友達待ってる？まあ。長くおしゃべりごめんね。またお話ししたいな。あ、待ってくれ。ID カードを。メイプルは食器を片付けている。くっ、どうする？サラ、メイプルの背中見ろ。刺さってるぜ。しっかりとな。ID カード。抜くなら今しかねえ。抜きまし。メイプルに向かって手を伸ばした。何？あ、いや。何か悪いこと考えてる？そんなことは。ランマルは棚に置かれた手紙を取った。頼む、メイプル。ID カード渡してくれ。この手紙の続き、緑に書いてもらうからさ。な。触らないで。え。ひよりくんの手紙、触らないでよ！メイプルは怒っている。ひどいよ！許せない！落ち着けて。いやー。メイプルちゃん、情緒が不安定。ああ、ちょっと飛ばしちゃった。やべえ、完全に怒らせちまった。結局争うしかないのか。とにかく二人じゃ無理だ。逃げる方法を考えないと。隙を見せたら、殺される。メイプルは怒っている。一回セーブしましょうかね。あれ、セーブできない。ドアを叩いて助けを呼ぶしかない。メイプルは攻撃するつもりだ。俺がおとりになる。その間にどうかしてくれ。頼んだ。ランマルはメイプルの攻撃をギリギリでかわした。あぶねえ。くそ、俺は一度死んでるんだぜ。こんなの怖くねえって。メイプルは泣き出した。なんで、ひどいよ。え、泣き始めたぞ。まあ今のうちに助け呼ぼうぜ。開かないドアを何度も叩いた。みんな助けてくれ。ドアを叩き返す音が聞こえる。外に伝わったんだ。よし、こうなりゃ外の奴らがドアを開けてくれるって信じようぜ。俺たちは背中に差し込まれた ID カードを手に入れるんだ。メイプルは笑い出した。なんだ、どうしちゃったんだ。なんだかメイプルの感情が安定していない。メイプルの背後に回って ID カードを抜き取る。いけ、サラちゃん。笑っているメイプルの背後をあっさり取ることができた。今だ、背中に差し込んである ID カードを。なんだ、よく見たら3色のボタンがあるぞ。どうする。これってさ、失敗したらどうなるんだろう。一応なんかゲームオーバーっぽい演出もあるっぽいんで、ちょっといろいろミスってみようか。押さずに ID カード抜こう。不気味だ。押さずに ID カードを抜く。しかしカードは抜けない。ダメだ。一度メイプルと離れた方がいい。サラ、もしかして緑の本を読めば何かわかるんじゃねえか。メイプルは怒り出した。返せ！返せ！返せ！やっぱり怒り出したぜ。まあこの状態で背後には回れないだろう。多分無理だと思うんだよね。足を使ってメイプルの背後を狙った。うろうろするな。サラ、からかってる。
メイプルの背中から黒い何かが飛び出した。間一髪、ランマルが投げた椅子が当たり攻撃がそれた。ランマル、うざい、許さない。参ったぜ、こりゃ。メイプルは泣き出した。なんで、ひどいよ。さすがにちょっと罪悪感だな。そうだよね。もうこれ以上ランマルくんが攻撃をかわすことは無理ってことね。オッケーオッケー。で、背後に回ろうとする。今が青が正解だから、ちょっと緑じゃないわ、黄色、黄色押そう。しかしカードは抜けない。うん、黄色は喜び、赤は怒り、青は悲しみだろ。だったらメイプルの感情と同じ色のボタンを押せばいいんじゃねえかな。ここまでランマルくんが言ってくれてるのに。これが一番怖いぜ。しかしサラちゃんは押さない、かたくなに。さあ、赤押そう。サラ、緑の本に書いてあった弱点のヒントを思い出すんだ。これね、同じこと言ってくれてるね。許せない、許せない、許せない。どうして奪う、ひよりくんを私から。サラ、どうせ危害は加えられないと思ってる。え、消えてしまえばいい、サラもランマルも。メイプルの背中から黒い何かが伸びた。黒い何かは天井を貫いた。あ、サラ、うわ、頭が痛い。いやー、こんなとこにも1万円用意されてんのかい。何かが頭から顔を伝って流れていく。ちっと今天井が落ちてきたのか。おい、サラ、サラ、サラ。熱い、割れるように頭が痛む。ダメだ、死ぬな、死なないでくれよ。ランマルの声がこもって聞こえる。死ぬ、嫌だ、私はまだ、ゲームオーバー。うわー、こんなとこにまで用意されてると思わなかったよ。結構ちゃんと死ぬのね、サラちゃん。まあでもこうやって血が出てることから、サラちゃんが人形説はなさそうですね。サラちゃんはちゃんとした人間ってことは間違いなさそうで、今までね、血が流れてる描写って、あ、でもあったか、あれだよね、頭をめちゃめちゃ打ちつけて血流してるみたいな描写あったっけか、確か。うん、なんかね、サラちゃん人形説みたいなのも若干こう聞いたことがあったんですよ。でも今回のを見る感じ、血が流れていることからサラちゃんは人間で間違いなさそうだけど、いや、今のところね、わりかしやっぱサラちゃんがアスナロのこう権限を握っているのではないかってね、思ってるんだけどね。アスナロ側の人間だから、アスナロの同意書にこうサインとかしなくても、こういう風にこう参加とかができてみたいな、まあ後からもらえばいいかみたいな、そういうことだったのかな。ちょっとね、よく分かってないんだけどね、その辺。いや、サラちゃんね、綺麗な主人公ではないのよ、やっぱり。あの、いや、意志はすごく強くて鋭くて、もう強い女だとは思うんだけどね、こうちゃんと人間らしいさ感じで、やっぱ起こることが起これば闇落ちするし、希望に進むこともできるしっていうさ、すごいちゃんと人間らしい主人公なんで、やっぱね、その記憶がない観点からどういう過去を抱えているのかっていうのを一番わかんない子なんで、サラちゃんって。そうだから、まあ何があってもおかしくないよね、絶対敵側とは関わりあるはずだしっていう。
気になるね。とりあえずじゃあ攻略しようかね。カモミール飲まない。いや、こんなものは飲めない。悲しい悲しい、サラちゃんと仲良くなりたかった。サラ、仲良くしなきゃダメだろう。お腹タプタプになってしまうそういう意味で断ったんだ。紅茶を一口飲んだ。ねえねえ、二人に質問。お互いに仲良くなれた？仲良しだと嬉しい。まあ、もはや言えない関係。なんて答えたんだっけな。全部の選択肢これで見れるはずだから、ちょっと見てみたいんだよね。なんかもはや言えない関係って答えた気がするんだよな、私前。それで蘭丸くんがなんかボーって紅茶吹き出したみたいな記憶があるから、仲良しになったって普通に答えてみようか。あ、ずいぶん仲良しになったよ。よかった、嬉しい。二人ともきっと友達になれるって信じてた。友達か。蘭丸くんは恋仲になりたいんじゃないですか。違います？二人とも少し変、様子おかしい。なんだか緊張してる。私に何か話したい、違う？話したいことがあるんです。実は話したいことがあるんだ。サラちゃん、真剣な顔。私答える。そういえばまだちゃんと自己紹介してなかったね。私は妨害者メイプルだけど、今はサラちゃんの相談役。やっぱりお前が、君がメイプルだったのか。うん、ランマル、私の名前呼んでくれて嬉しい。ねえ、二人はもしかして日和くんのこと聞きたい？はっ、ここは聞きたい聞きたくないのどっちかだったら、まあ聞きたいっていうね。ああ、聞きたい、聞かせてくれメイプル。ひよりくん好き？私恋してる。でもひよりくんまだ私のこと好きじゃない。でも少しずつ仲良くなってるの少しずつ仲良くなったか。ねえ、プレゼントをもらったって聞いたんだよね、多分ね。お似合いだって言ってみる？あれ、どっちだったっけな。いや、お似合いだって言った気がする。プレゼントもらったって聞いてみるか。もしかして何かプレゼントでも受け取ったんじゃないか。すごい、サラちゃんよくわかったね。ひよりくんがくれたプレゼント、私すっごく嬉しかった。すごくすごく大切なお手紙手紙。私ひよりくんの横で一緒に歩きたい、暮らしたい。でもわがまま言っちゃダメだよね。なあメイプル、手紙を見せてくれ。他にも何かもらった？破かせてくれで、どうしたんだったかな。手紙を見せてくれって言ってみるか。その大切な手紙、私も見てみたいなこれだよ。でも中身は秘密、恥ずかしいもん。そうか、ごめんね。本当は自慢したいのに。日和くんのカードも。カード？うん、差し込むと私の中に日和くんを感じられる素敵なカード。もしかしてそれが ID カードか。差し込むって一体つい楽しくなっちゃった。これね。あ、ブブー言われた。はい、そんなの狙ってないよ私は。それじゃあとっておき教えてあげる。これね。二人。うん、二人じゃ1対1になって多数決はできないよ。正解は3人。せやな、多数決できないから決戦ルールが存在する。生き残った二人がしばらく一緒に生活して、どっちかが人間、どっちかが人形になり忠誠を誓う。しかし今はペアで人間人形なんで、このまま脱出できますよーんってことね。うん、でこれを見たらんまるくんがなんで笑ってんだと。これ多分なかったよね、やっぱり前回なかったと思うんだよな。あ、そうだよね、やっぱ。いや、今自分の動画見返したんですけど、やっぱ笑ってないよこの時サラちゃん。だからこれはこの赤文字っていうこともあるし、
カンナちゃん死亡ルート限定のセリフですね、これね。え、あれ、ドアの前気配がすると、ここからは多分同じかな。 ID カードはシュッと音を立てて抜けた。やった、手に入れたぞランマル。ナイス、あとはどうにか脱出するだけだ。許せない、許せない、許せない。どうして奪う、ヒヨリ君を私から。ランマルもサラも大嫌い、仲良くなりたかったのに。メイプルの背中から黒い何かが伸びた、うん、鋭く伸びた黒い何かはドアを貫いた。あ、危なかった。大丈夫にゃん、サラ姉ちゃん。楽しそうなことしてんじゃねえか。どんな化け物かと思ったら、こいつがメイプルぜよ。みんな、話し合いは無理か。だが ID カードは手に入れたんだな。逃げないと、まずいね。ひどい、やってたかって、私をいじめて。ひどい。あー、もう壊れちゃった。悲しい、嬉しい、許さない、殺す、殺したくない、殺してやる。逃げて、死ね、仲良くしようね。おい、いよいよ様子がおかしくなってきたぜ。メイプルの感情はぐちゃぐちゃだ。どう対処したらいいのかわからないけど、戦っちゃダメだ。何か和解する方法はないのか。メイプルは怒っている。みんな許さない。すごい迫力ね。さて、ここからが問題なんですけど、どうやらなんですが、ここを失敗するのとしないので、また展開がちょっと変わるみたいなんですよ。で、今やってるルートがですね、ダミーズみんな犠牲にするルートみたいなのをやってるわけじゃないですか。アンズさんアンズちゃんと早坂さん二人とも犠牲にしてるんで、ここから先の誰かが犠牲になるであろうっていうところも犠牲にすることになると思うんです。そうなった時に、そのダミーズが全員生存している時としてない時とで、また最後の方で展開も変わるみたいなので、そこもね、いつかおまけでやれたらいいかなと思ってます。とりあえず今はこのメイプル戦第1回目を失敗していこうと思います。失敗するのが一応条件みたいなんでね。では一回やっていきましょうか。ねえ、ランマルが手に入れた手紙読ませてくれないかな。オッケー。ちょっと待って、この手紙この子について書いてあるよ。だから、緑が書いた機嫌を取る用のラブレターだろ。そうじゃなくって、取扱説明書ってやつだよ。ほんまぜよ、読んでみるかじゃ。あん、最強の人形メイプルは、寂しがり屋の女の子。女の子に暴力を振るってはいけない。大事なのは共感し、友達になることだ。彼女の感情をしっかり理解し、良い友達になってあげることが平和への鍵になるのだ。いいこと書いてあるね。冗談じゃねえ。女心っつうのがこの世で一番めんどくせえんだぜ。同感だね。これは苦戦しそうだよ。ほら、お腹のところを見て。あれが有効度メーターだって。じゃあ、有効度が高まった頃を見計らって仲直りすればいいってことにゃん。ねえ、大事な仲直りの役目だけはサラちゃんにお願いしていいかな。私が任せてくれ。得意だ。自信がない。自信はないが仕方ないな。お前さんならできる。俺たちはサラの元でまとまったんぜよ。おお、いっぱい出てきた。メイプルは泣き出した。いじめるんだ、みんなしていじめるんだ。こっちのセリフじゃねえか。
一回セーブします。さあアリスさんどうするんだ。貴様ら女心を理解しろ。まずは黙って話を聞くのが好印象のはずだ。聞いてあげようか。じゃああーレコさんと一緒だ。はーん。なんで何も話してくれないの。寂しい寂しい。ああ悲しみが増しちゃった。 おいそうじゃないだろう。貴様の悲しみを黙って聞いてやろうぞ。きっとめんどくさいと思ってる。私のこと鬱陶しいんだ。鬱陶しくなんてないわよ。命がかかってるんだ、真面目にやりなよ。これがふざけて見えるのか貴様。メイプルは笑い出した。ねえいいものあげる。メイプルは棚からハンカチを取り出した。受け取って。急になんだ罠か。かもね。受け取るにも勇気が必要だよ。お、ソウ君受け取ってくれるかい。これは賭けだね。メイプルが差し出したハンカチ受け取ってみようよ。オッケー。おお、そんな中チョンってつまむみたいにソウさんはハンカチを受け取った。メイプルは幸せそうだ。嬉しい、私のハンカチ受け取ってくれた。罠じゃなかったんだね。もちろん。怒り出しちゃった。許さない。みんなコロコロ変わっててついていけないな。ここは僕の、あー怪しいところ嗅ぎ分けて。お、クンクン、甘い匂いが広がってるにゃん。でもこれじゃ鼻が効かないにゃん。香水が邪魔になったか。メイプルは泣き出した。もう嫌だよ、悲しい悲しい。喜び怒り悲しみ。どうやら順番に変わっているみたいだな。ではこのハンカチ受け取ってもしょうがないし返そうよ。はい返して。当て放した。くれるのこれ、ありがとう。悲しみ軽くなった。これでいいかな。いい加減泣き止んでよ、迷惑だ。言葉冷たいけど優しい。ひよりくん似てる。あなた優しい。一緒にしないでよ。メイプルは笑い出した。もう不気味だけどずっと笑っててくれた方がマシじゃん。おしゃべり付き合ってみてや。おしゃべりって楽しいね、ひなこちゃん。メイプルはとても楽しそうに笑っている。そうでしょ、メイプル。愛想笑いぐらいはできるんだな。そっちは殴ること以外何かできるの。なんだとクソガキ。怒っちゃって冗談言ったらガオ。怒ってる私、なんでそんなつまんないこと言う。メイプルの怒りが増してしまった。だから冗談なんか言いたくねえって。照れが見えるから笑えないんじゃない。お笑いの指導してんじゃねえ。泣いちゃった。本当にめんどくさいな。いやめんどくさい女嫌いなんだ。そうくん野球モノマネしようぜ。ギュイーン。もう動いたら背中の痛みが。かわいそうかわいそう。悲しい気持ちになっちゃう。私まで悲しみましちゃった。筋肉ゴリラ大丈夫にゃい。大丈夫ですよ、心配すんな銀。やれやれ、生贄になりたいなら止めはしないけど、犠牲になるつもりも犠牲を出すつもりもねえ。足手まといは寝て温存しろ。貴様に求めるのは健康な状態の時の力だ。みんなすまねえぜよ。笑い出した。少なくとも笑顔の時には襲ってこねえよな。黙って話聞く。これ多分失敗するよね。
どうしたの？つまらないの？私って退屈？喜び消えちゃった。おい、それは誤解だ。俺は貴様の話をただ聞いてやろうと。つまらないんだ、つまらないんだ。私アリス君に嫌われた、嫌われた。嫌ってないわよ。真面目にやる、また怒られてる。いや、怒り出しちゃって。いい加減にして、こんなにいたのに返してよ。逃げる準備しておいた方がいいかも。一回ちょっと、ま、これで成功する例も見てみたいね。うん。この程度か。兄弟喧嘩ではもっと一方的に言われていた。ひよりくん。泣き出した。殺したくないのに、友達だと思ってたのに。おい、早くどうにかせんと。冗談言うか。悲しい、笑えるわけない。嫌い、車だ、嫌い。嫌われちゃった。笑えって、クソ。あ、相手の身にもなれって。つまらねえって言いてえのか。あ、いや、笑えるタイミングじゃないってことだろ。メイプルは笑い出した。お別れは笑顔でしたいな。ちょっと笑顔が病んでる感じなんだけど。さあ、あ、もう動かなくなっちゃったもんね。今までずっと縦揺れしてたのに、もうお別れする気満々の笑顔。まあ場を和ませてみる。そうだ、私蘭丸に手紙盗まれた。思い出した。メイプルの喜び消えた。しまった、今見せるべきじゃなかった。ただ返せば済む話じゃねえんだぞ、万引きは。万引きじゃねえよ。もういい。返してくれないならみんな殺す。ひよりくんを奪ったこと後悔しながら死ねばいい。やばい、これ以上はもう。いい加減にしやがれ。好き放題しやがって、このままぶっ壊してやる。バカ離れろ。ビビってんじゃねえ、こいつの攻撃は背中からだ。距離さえ詰めりゃどうってことね。砕いてやるよ、その頭。車だ。殺す、みんなまとめて。逃げるよ、5階に。肩に捕まれてよ、車だ。ああ、穴大きくないか。穴大きいよな、どう見ても。成功した時もさ、車田さん穴開けられるんだけど、いや、穴でかいわ。どう見てもメイプルちゃんが見えてるもん、しっかり。服の部分見えなかったはずだから、そんなにはっきり。いや、こりゃー、フラグ立ちましたね、車田さんの。あー、やだわ。逃がさない。移動します。何してんの、急いで。待って、みんな、九太郎さんは怪我をしてて。アリス、すまねえ、肩を貸してくれ。仕方ないわね、ほら捕まりなさいよ。九太郎は車田をアリスの肩へ乗せた。何し、行け、お前らだけでも先に行くぜよ。九太郎さん、何言ってるんですか。早く立ってください。いいから行け、
何のために危険を冒したぜよ。刑事を救うんやろ。これくらいの危険想像してたじゃねえか。そんな九太郎さんは私が守る。みんな行って。行くわ。九太郎さんありがとう。これがサラちゃんたちが生きている人間の九太郎さんに会う最後の時ですからね。もう話しかけられないか。ありがとう。やっぱり僕筋肉ゴリラが心配だにゃ。戻る気？死ぬよあんたまで。どういう意味だわ。筋肉ゴリラがやられるわけないにゃ。なら信じるんだ銀。サラ姉ちゃん。私は戻ろうとする銀を掴んだ。こうするしかないんだ銀。行くしかないんだよ。みんな乗って。早く閉じなよ。追いつかれたら全滅だよ。ダメだよ。やっぱり巻こうよサラ姉ちゃん。ギン。九太郎さん早く来て。ふざけないで。ひな子は無理やり閉じるボタンを押した。エレベーターはゆっくりと閉まった。そして静かに4階を離れていく。九太郎さん、舞さん。ごめん、銀。でも、これが最善の…くそっ…これで最善。信じるんだ。もうそれしか。お願い、せめてこの ID カードだけはちゃんとしたものであって。急げ、制御室だ。はい、ということで今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。いやね、前回のルート、その、カンナちゃん、レコさん生存ルートの方では、できるだけみんながね、平和に生きて帰れるようにっていうルートを選ぼうと思ってね、やってきたんですけど、今回はいろいろ失敗ルートやら何やらを、やらせていただいておりますので、これがどういう伏線になってどういう風に回収されるのか、見るのが楽しみでございます。辛いけどね。ってことで、また次回に続きます。おつぴょです。